羽ばたき羽ばたき、この沖縄の危機になる木、森家の日常です。さあさあ、今日はですね、パパにモニタリングを仕掛けていきたいと思います。どんなモニタリングかというと、私の眉毛がどんどん太くなっていったらパパは気づくのかをやっていきたいと思います。今日はそのために偽企画として家族全員のルーティーンを取るということになってます。昨日の夜からルーティーンを取るから一日中カメラを回すとパパに伝えております。で、どんどん太くなって気づいたらパパは私をずっと見ているということになります。では行ってみましょう。レッツまろやか。チャンネル登録してね。レベル1なんで、これくらいでいきたいと思います。いいやよし、これ第1つこれ、今日やったパパ、ママこれ第1つこれやろう、これ第1つ、あ、あとは何を、新しいよ、食べろ、あ、食べさせて、あんたを食べさせて、おいしいですか、あ、ついてここに、凄まじい、もうすごい、もうママお皿洗った、汚いやろ、くちゃやんけ、これ美味しいな、これ一番美味しいな、シーン、ゲロパパムカムカパパパパムカ、なにやめて、もういい加減にして、これ何、イカチゴリラ、誰がゴリラだ、何つけてるのって言われます。危なかったです。1時間後にまた眉毛がデブとくなるのを待っていきたいと思います。ラウンド2の眉毛をしていきたいと思います。レッツゴー。はい、テイク2の眉毛なんですけど、1テイク目にそのセーラー服の女の人になっちゃったんですけど、これでバレることやっていきたいと思います。そっくり見て、あの顔パパ見て、ほらそっくりくーちゃん、パパパパ、これ聞いて、おーそう、最後、食べるの一番好き、くーちゃん、この食べる好きな、なおしい、湯気触ろうとしよう、えのやん、くっけ、なにそれ、えのやん、おい、くーちゃんの顔面、キモ、顔キモ、
顔キモ。さあパパはどこをメイクしてるでしょ。はい、はい、どうぞ。あ、よいえ、あっさい。やっほー、むっちゃがしつい、あ、ブサイクになった。いいよいいよ。えのき食べてる。えのき食べた。えのき食べた、美味しかった。あかん、そんな辛い。やっほー、デブ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 とか言うな。やっほー、みんなやっほー。デブデブしてやる。デブデブとか言うか。眉毛つながってる。何？何眉毛つながってる。つながってる。何お前、キモ？なんか、さっきからどっつ眉毛濃いな思ってたら。何それ、キモ。何してるのそれ。え、企画終了。今日はルーティンじゃない、偽企画ルーティンよ。何、眉毛濃くなったら気づく。何してた、してた。面白いやん、その企画。そんなやってた。濃いなと思ったよ、何か顔、なんか顔やばい、こんなんすんなと思ってたよ。なんか目こんなんすんなと思ってたよ。あ、そんな企画進んでた。あ、そう、知ってた。昨日の夜から。あ、そうなん。あ、だからルーティン動画撮りますみたいな感じ言った。辛いわ、ほう。なんか、いや、それ折れそうな人。え、うん、折れそうな。パパさ、初めこれパッて見た時、髪の毛がこうなってると思うんで、髪の毛がつながってるんや。髪の毛が眉毛みたいになってるんやって。え、ま、髪の毛、眉毛みたいになってるって思ってよく見たら、違うぞって。はい、できてるやん。線がつながってる。この眉毛、3回目の眉毛でバレたんで検証終了しました。ちょっとこういうのは気づかなかったです。気にはしてくんな、くっさい。同じような顔して、多分パパがしても気づかないと思います。元からこういくか。あ、なるほどね。パパ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 、面白かったです、はい、パパ。じゃあみんなバイバイ。バイバイよ、バイバイよ。アデュー、チャンネル登録してね。